今日の12時までが最終受付、もうこれ以上は受付できないので皆さん会いに来てください。お願いします、待ってますよ。あ、みや、久しぶりに目にコンタクトを入れました。なんかね、あみね、もともと目乾燥するドライアイなんですけど、コンタクト入れたらもっとドライになるから最近ずっとしてなかったんですよ。でもちょっと久しぶりにそろそろ入れないとやばいかなとか思って入れました。はい、おはようございます。あ、待ってください、どこ行った。ただいこうと全公演当たった、アミちゃんのボード作ってくれてありがとうございます、待ってますありがとうございます、嬉しいですね。そうなんです、だからね、皆さん本当に完売ありがとうございました。あとは握手会が残ってるのでよかったら会いに来てください。そう、今日のお昼の12時です。握手会追加で申し込みました、当たるかなって、ありがとうございます。皆さんたくさん会いに来てください。そうですね、あ、今日申し込みひょっとしたら完売だって、なので申し込みできるときに皆さんよかったら申し込みしといてください。オンラインの受付はまだあるみたいなんですけど、リアルイベントがそう今日までなのでよろしくお願いします。あみさん公演の日にわざわざお花見に出ね、そうですね、そう見に行ってきました。そうです、あのね、もう目が出てきたんですよ、あみ追いかけして始めたんですよね。そうこれからね、ハッシュタグお花ちゃん日記であげていこうと思います。植物の目めっちゃ出てる、そうでもなんかね、あのね、6個あって左斜め上、一番左斜め上だけはねむっちゃ目出てんのに、真ん中2つがね、アミ見に行った時はね、あの目がなかった、まだ目すら出てなかったですよ。そうです、なんかさ、植物の前にカメラを置いてさ、早送りしたらどんどんニョキニョキって出てくるみたいなのあるやんか、あれ見てみたいんですよね、一回どういう風に植物がさ出てくるんかみたいな見ですよね。わ、今日で50歳になったよって、 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear アツシさん、Happy birthday to you、 おめでとうございます、ふぅ、うん、おめでとうございます。今年はアミにアミのことをもっと知ってください、お願いします。そうですねはい、おはようございます、おはよう、あ、ね、待って、何だっけ、ちょっと待って、あ、そうや、目にかけたら嬉しいって、ね、嬉しいことって何って、あのちょっと今何やったか忘れたんですけど、ちょっとこれはもうやばい、ちょっとほんまに大事件が起きてしまった、あのね、聞いてほしいんですよ、ちょっと大事件、ほんまに、あのね、これが愛なのかの、この写真のやつがあるんですけど、引いたんですね、あの、そう、これで、劇場版じゃなくてこのタイプ A とかタイプ B とかのやつなんですけどね、どれやっけ、あ、これですね、ピンクと黄色と緑色のやつなんですけど、ここが色ね、青とか紫じゃないやつを引いたんですけど、やばいんです、それ聞いてほしい、皆さんほんまにやばいやばい、大事件ですよ。でも生写真が出たんですけどね、そう、生写真が出てきたんですけど、あのそう、写真が当たるやんか、それでな、見てください、まずな、すごいことがあって、ズズン、シンシンさんめっちゃ可愛くないですか、ハーフツイン来ててね、あ、アミとお揃いやーって思ったんですよ、めっちゃ可愛いでね、2枚めくるやん、
そしたらな、ユナナンさんもな、ハーフツインなんですよ。うわ、ハーフツインやーみたいな、めっちゃ可愛いってなるやん。でね、最後の一人誰やろうと思うやん。ドドーン、え、やばくないですか。ちょっとほんまに当たっちゃったで、やばいですよね。当たっちゃいました。みんなめっちゃ可愛いんですけど、あ、ハーフツイン、ハーフツインできてさ、うわーと思ったらシーハンさんが出ましたよ。ゆみさん出てきてやばいよな。ちょっとこれはほんまに大事件ですね。そう、かわいい、めっちゃ、そうそうなんです、これは店に行かないと。そうなんですよ、だからちょっとこれはもうやばいですっていう、もうほんまにあの嬉しかったよっていう話でしたね。皆さんは生写真のやつ買いましたか？でもこれってさ、生写真のやつ買ったらさ、あれですよ、生写真じゃないやつに握手券とかがついてくるから。そうです、という感じで、めっちゃ嬉しかったよっていう話でしたね。地引きすごいやって、ありがとうございます。そうね、もうこうやってパッって開いたら、えって。でもゆみさん来る気してたんですよ、今回に関しては。来てほしいなじゃなくて、あ、もうこれは来ちゃうなと思ってました。そしたら本当に出てきました。かわいい、サインもらったら、そうですね、もらいたいですね、ほんまに。やばすぎ、ほんまにやばすぎ。そう、予感があったんですよね、ちょっと。劇場版は昨日会社で配りまくったよって、ありがとうございます。布教、布教してくださってありがとうございますねえ、びっくりしました、ほんまに。申し訳ない法則でしょ、なかなか出ないですよ、ナミもね。あの普通にあのなんかさ、生写真とか売ってるやんか。それをね、3セットぐらい買ったことがあるんですけど、本当に出ないですよ、ほんまに。アミはね、一回ね、これを引いたんですよ。あ、ナイキ最高の時も買ったんですけど、ナイキ最高の時はこんな感じですね。ワカポンさんと、ワカボンさんと吉野美咲さんとレーニャとワカニャンさんが出ました。そうなんです。やけどな、うん、これも出たんですけど、アミが買ったのはこれなんですよ。このこういうレオちゃん、これは。あとはニヘマナさんとかおるんですけどね、いっぱい。あのね、見てください、あれ、ちょっと待って今日退場することが多くて申し訳ないですけど、うん、今あのさ、これが出たんですよ。地引き、地引きしちゃったある意味地引きですよね。自分引いた地引きですねそうです、出てきちゃったんですよね。そうです。あとはあのね、なんとこれを弾いた時にちょっとほんまにすごいことがあったんですよね。あ、ほりゃほりゃ、部屋内です。そうで、これを弾いた時に見てください。ちょっと伏せとくわ、これ何書いたかバレちゃう。まあいっか、ゆかたんですよ。やばくないですか、ゆかたん出てきたんですよ、直筆。やばやばすぎ、ほんまに。なのでこれも大事にします。そう、あやみん、へいへい、出んの直筆弾いたことあるよって、すごい。はいね、ゆかたんしか弾いたことないですよ、すごいよな、うん、そうです。なのでこんな感じですね。ここにまた新しくこのね、ゆななんさんとしんしんさんとゆうみさんが入りました。仲間入りですね。そう、めっちゃ可愛い、ほんまに。みんな、ちょっとあみ今日はね、あのちょっと中腰しながら歩いてるんですよそう、直筆欲しいですよってな。あ、欲しいよなグレグレやってそうですね、あげませんよ
そう、自分を引いたから自引きなんですよ。そうです。あの時のなんかハーフツインの位置とかメイクとかめっちゃ好きです。なんからしくないの衣装の時めっちゃ可愛いですよね。なんかツイッター見ました。目が出てよかったですね。しかも早いな、めっちゃ早いですよね。ありがとうございます。そうなんです、めっちゃ早く目が出ました。多分ちょっと前ぐらいから、ちょっと前って言ってもまあそんな2週間とか前じゃなくて最近やと思うけど、ちょっとだけ。いやでもどうなんやろうな、わからないですね。ね、おはようですね。この前アミちゃんのテキストレしてもらったよ。お、ありがとうございます。でも書きに行きたいですね、皆さんの元に。こうやってシュ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 ね、書きたいですね。シンシンは新曲の衣装はみだみだにしてほしいって言ったらしい。見ましたよ見ましたよ。あのでもアミね、あのね、浴衣とか着るやん、着物とか。今のところねピンク以外着てないんですよまだ。まあもうちょっとしたら新しくまだ出ると思うんですけど、まあその楽しみでてほしいんですけど、やっぱピンクが多いですねね、そうですね。おはちまこ、おはちまこ、今日南原公園だとやみたんが南原ちゃんになりますようにって、あの南原ちゃんするかもになったんですけど今日。あ、言ったらあかんのかこれは。でもいや、やめときますやめときますね。色は衣装さんが決めてるのかな。そうですね、その子のイメージとかに合わせてるらしいです。衣装さんのイメージとかで決めてるみたいです。昔は握手会の特典で生人サイン会があったって、すごいですね。今もやりたいですね。多分ね、今日テスト帰ってきます、そういえば。多分今日テスト帰ってきます。そうです。あ、そうですね。シンシンはニコラとかの中学生の服装大好きやかね。え、なんかお揃いの私服とか着てみたいですね。めっちゃ可愛いもん。なんかシンシンさんが着たら何でも可愛いですよね。ほんまに TikTok めっちゃ可愛い。いつも見てるけど。ね、そうでね、テスト返ってくるんですけど、テスト先生のサイン付きで、そうですね、サイン、まあ多分ね英語はついてる気がする。英語はなんかね、いつもね、で点数が取ってたらグッドとか書いてるんですよ。まあそれがいい点数やったら先に言っておきますね。ドンマイやってやめてくださいやめて、まだまだ希望はあるからね、まだ全然あるで。明日テスト結果発表期待してます。でもな、分からんで、今日帰ってくるか分からん。アミの予想では今日やから。そうです、291日おめありがとう。もうすぐ300日ですね。あと9日頑張りましょう早いですね、ほんまに。だってさ、あと9日と約2ヶ月ぐらいですよね。65やったら、まあ分からん。だからすごいですよね、やばね。え、おはよう、仕事に行きます、頑張ってに、頑張れちゃんと名前が出て書きました、書きました、そうそう書きましたよちゃんとねやばいな。まあまあでもまあいける気もするですよね、なんとなくね。わからんな。でもね、あの今日帰ってきたとしても全部が帰ってくるわけではないんですよ。今日の時間割に入ってる教科だけ返すような感じやから、多分言うて半分ぐらいかな帰ってくるのねえテストやばいなって。いやそんなやばくない気もするけど、やばい気もする。あのね、クラス替えしてね、去年は周りがまあ
あのそんなに勉強得意っていう子があんまいなかったんですよ。ほんまにクラスに2人3人ぐらい、中学1年生やからさ、クラスができとんないわけやん。そう、ほんまに頭がめっちゃいいっていうのが2、3、4、5ぐらいしかおらんかったけど、だからクラス平均は全然取れたけどさ、今年なんかめっちゃ頭いい子いるんですよね。いや分からん、あの見た目が頭いい子いっぱいおるから怖いですね。じゃあ今日の一のチャンジモさんの絵を描きたいと思います。何描きますか何描きますか。そうだからね、見た目頭いい子いっぱいおるのでちょっと怖いですね。見た目と実際別々だよな、大事ですよね。何ぐらい配信するのか、あ、日曜日にしようと思います。あの今日はちょっと忙しくて、土曜日は公演なので日曜日かなと思いますね。まあ見た目で判断してもいいですよね。見た目にとらわれない、知ってますかこれ。見た目にとらわれない、見た目にとらわれない、とら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 われない、いくぞ知ってますか、知ってる方もいるかな。しなこっこっこっこしてたらいけると思いますよ。知ってる方多いかもしれない、知らんか次はみたいにやるのは握手会になりそうやって、忘れないでくださいね。それまで、でも握手会やったら結構すぐですね。6月8日、もうちょっとです。あと2週間ぐらい我慢したらいける。初めて見たよって、よかったら皆さん竹下パラダイスで調べてください。そう、ちっちゃい子に最近流行りですよ。これね、キュッキに言ったらね、全員に伝わるけど、基本なんかてんちゃんが歌ってますね。で、てんちゃんが歌ってるわ。あ、山を散策中のアミを、山を散策してるアミだんでお願いしますって。わかりました。山を散策。そうなんですよ。昨日ちゃんは一昨日ぐらいにね、山を散策してたんですよ。できた。なんか山を散策って散策が分かる。山登りになってしまったな。ただーん、山登り風です。こんな感じです。たったー、あ、見た目にとらわれない、知ってますよって。すごいです、こんな感じです。なんか山登りですね、散策じゃないなこれは。まあいっか、はいはい、チーズ、ありがとうございます、ありがとうございます。別ようなバランスですね。確かにね、そうですね。なんで書くの早くなりましたよね。ほんまにスケボーにも見えるやって、見えますか。確かに。そういえばね、昨日ねゴルフの打ちっぱなし行ってきましたよ。ちょっとやっぱね、あのね、久々にやると全然感覚が覚えてなかったんですけど、まあでも何回か打ったらできました。楽しかったです。また行きます。うん、あのね、力を抜いてやらないと、ね、手がめっちゃ痛くなるっていうのと、全然打てないですね。なんかそうですなので、これからも力を抜きたいと思います。力を抜いたらまあなんとなくできる気がするので。パパとです。じゃあそろそろ酔いますね。13位ラクラクさん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位まさやかさん、ありがとうございます。10位たかひでさん、ありがとうございます。9位まふみさん、ありがとうございます。8位てっちゃん、ありがとうございます。
7位まきまきちゃんありがとうございます。6位鉄メガネさんありがとうございます。5位鉄あれ間違えたごめんなさいごめんなさい。7位まきまきちゃんありがとうございます。6位日高ゴーリさんありがとうございます。5位鉄メガネさんありがとうございます。4位コリタンありがとうございます。3位コスモライトさんありがとうございます。2位オーミさんありがとうございます。そして1位はズズズズズズダダダダン、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あれですね、思ったんですけど、先端恐怖症の方ってさ、これも怖いですかね。1位の1怖いですかね。やっぱ1位の時にさ、怖いだと怖いかな。ちょっとやめときますねありがとうございました。じゃあ皆さん、1週間で最後の日なのでね、今日は一緒に頑張りましょうね。ありがとうございました。じゃあまた明日会いましょう。せーの、ちゃんしもさんありがとうございました。じゃあまた明日ね。ありがとうございましたバイバーイ。ありがとうございました。